放送です。大阪ガススターズ対ゴールデンファイターズの試合、これより後半戦が開始されます。大阪ガスターズのレシーブ、ゴールデンファイターズのキックオフで後半戦開始となります。これを大阪ガスターズリターナー21番桑原慎之介選手が約15ヤードをリターン。大阪ガスターズ自陣21ヤードから後半最初のファーストダウン点の攻撃です。惜しくもキャッチならず、反省の念を込めてか腕立て伏せをされます。大阪ガスターズセカンドダウン点、セカンドダウン点、1.5ヤードいたしまして、サーダン4といったところでしょうか。おそらくサーダン4ただいまのプレーで6ヤードのゲイン。大阪ガスターズスサーダンファースト獲得まで残り4ヤード。サーブダウンを取ってくる大阪ガスターズ東京学園18番岡伊丹選手からワイドレシーバー5番谷翔太選手へのパスが成功。ゲインは5ヤード、ファーストダウンを獲得しています。新たに4回の攻撃点を受けます。大阪ガスターズ主陣32ヤードからファーストダウン点。ワイドレシーバーゴールデンファイターズ大阪ガスターズランニングバック5番谷翔太選手の中央プレー。しかしここはゴールデンファイターズライバー1番柴田選手のタッカーが速く、ゲインは2ヤード。大阪ガスターズセカンドダウン8。これは振り返ってこられたんですよ。ファーストダウン
10番大黒選手からワイドレシーバー11番平田選手へのパスは成功しましたが、
ゴールデンファイターズラインバッター31番クモン選手のタックルにより1ヤードロスをしています。ギャンブルを選択。ギャンブルといいますのは、フォースダウンでアントではなく攻撃権の破棄ではなくあえて攻撃することを、ギャンブルといいます。おっと、これはパス成功。パス成功、パス成功。大阪ガスカンクスフォースダウンでプレーを選択。クォーターバック10番大黒選手からワイドレシーバー11番平田選手へのパスが成功。17ヤードをゲインしファーストダウンを獲得。フォースダウンギャンブル成功です。大阪ガスカンクス敵陣15ヤードから新たに4回の攻撃権を得ています。レシーバーを2年連続。大阪ガスカンクスファーストダウン10。大阪ガスファーストアンテン、敵陣15ヤード付近よりファーストアンテンです。さあオプションですが、これはまたクォーターバックが持ったまま走ります。大阪ガスカンクスクォーターバック10番大黒選手がボールをキープ。しかしゴールデンファイターズ、ゴールデンファイターズからすると非常にやりにくい。ディフェンスライン56番笠池選手のタックルにより全員は1ヤードにとどめられています。大阪ガスカンクスセカンドダウン9。前シリーズですね、パスラウンドですね、うまいかと投されておりますので、うかつに、パスラッシュにも行きづらいというような感じです。ガスカンクスランニングバック9番篠崎選手のランプレー。ゲインは4ヤード。サードダウン5。大阪ガスカンクスサードダウンの攻撃。ファーストダウン獲得までは残り5ヤード。タッチダウンまで、エンドゾーンまでは残り10ヤードです。ヤードまで来ております。さあパス、反則が発生しています。ファールが出てきています。ちょっと止まりましたが反則です。おそらくこれはディフェンスのパスインターフェアと思われます。ゴールまで10ヤードですので、おそらくゴールの距離の半分を進めるといったような、半分を進めるパスインターフェアランス。ディフェンスゴールデンファイターズ24番エンドゾーン内でのパスインターフェアですので、2ヤードよりファースト。ちょっと失礼いたしました。エンドゾーンでのインターフェアです。ゴールデンファイターズにパスインターフェアの反則。パスを取ろうとしている選手がボールに触れる前にパスをキャッチするのを妨害したという反則。この反則がエンドゾーン内で発生していますので、大阪ガスカンクスはゴール前2ヤードから攻撃を開始いたします。ファーストダウンの攻撃です。現在場内放送にもありました通り、ファーストダウン2ゴール前の選手に当たってしまった場合の反則になります。タッチダウン、タッチダウン。大阪ガスカンクスゴール前2ヤードからランニングバック5番タン選手が右のオープンを抜け
ッケー、エンドゾーンへとボールを持ち込みタッチダウン。大阪ガスキャンプス第3クォーター6点を獲得。これよりドライブポイントです。ドライブポイントはキックをする。キックショット、大阪ガスキャンプスドライブポイントはキッカー3番高森選手のキックが成功。大阪ガスパンクス第3クォーター合計7点を獲得しています。試合時間はですね、第3クォーター残り3分49秒となります。大阪ガススタンクスのキックから試合再開となります。3番高森選手のキックオフで試合再開。これをゴールデンファイターズリターナー8番高橋英二選手が約20ヤードリターン。ボールをリターンした地点自陣29ヤードからゴールデンファイターズファーストダウン10。さあゴールデンファイターズ自陣30ヤード付近よりファーストダウン。ゴールデンファイターズ高校バスケ10番吉宗選手からワイドレシーバー13番山本博選手へのパスが成功。ゲインは9ヤード。ゴールデンファイターズセカンドワン、先ほどのパスが成功しました。9ヤード前。ゴールデンファイターズセカンドワン。時間を使ってパスターゲットを探すが、そのままクォーターバックを持ち込んで、ゴールデンファイターズファーストダウン。ゴールデンファイターズクォーターバック10番吉村瑠太郎選手、パスの構えでスクランブル、3ヤードをゲインしファーストダウンを獲得しています。ゴールデンファイターズ自陣41ヤードから新たに4回の攻撃開始。ファーストダウン。ファーストダウンは、ゴールデンファイターズ奥にウイングがいるので、まあ、3バイ1のような体型にはなりますが、オプションのプレー、おっとファンブルか。どうやらファンブルしたボールを大阪ガスが、抑えました。投手交代です。ファンブルしたボールをゴールデンファイターズランプレー中にボールをファンブル。ファンブルしたボールを抑えましたのは大阪ガスキャンプス54番古賀一輝選手ですので、攻撃権は大阪ガスキャンプスに変わります。大阪ガスキャンプス敵陣36ヤードからファーストダウンの攻撃。このファンブルはゴールデンファイターズとしては痛いところです。時間を使いながら岡選手ターゲットを探しパス成功。これも成功。大阪ガスキャンプス高校バック18番岡選手からワイドレシーバー9番篠崎選手へのパスが成功。
ゲインは4ヤード。大阪ガスカイツセカンドダウン。ショットガンに入って、ランニングのカットに見せかけて、まともやクォーターバックがそのまま自ら持ち込んでいきました。大阪ガスカイツセカンドダウン獲得。大阪ガスカイツ東京バック10番大黒選手、ハンドオフ権から自らボールをキープし、中央突進14ヤードをゲインし、ファーストダウンを獲得しています。大阪ガスカイツ敵陣18ヤードから新たにファーストダウン権の攻撃。岡選手が入ったような形です。大阪ガスはこの2枚の状態が非常にうまくなっています。ショットを先ほどあった、後半冒頭にありました振り返ってのパスでした。大阪ガスカイツ高校バック18番岡選手がボールをキープしていましたが、ゴールデンファイターズディフェンスライン92番坂上雄貴選手がタックル、3ヤードのロスを奪っています。3ヤードロスして、セカンドが13。大阪ガスカイツセカンドダウン。またショットガンからの 2×2 のフォーメーション、ローションなしでそのままパスターゲットを探すが、パスは届かず、パスコンプリート。サードダウン13となります。パスが不成功でしたので、ボールは元の位置に戻ります。攻撃は次のダウンに進みます。大阪ガスカイツ、サードダウンの攻撃。パスダウン獲得までは13ヤード。サードダウンコンバージョンとフォースダウンダウングをかなりしっかりと決めて、ファーストダウン獲得に至っております。10の大黒選手落ち着いて、大スレシーバー平田選手へのパス成功。パス成功。大阪ガスカイツワイドレシーバー11番平田選手へのパスが成功しています。ゲインは3ヤード。第3クォーター終了です。クォータータイム。第3クォーター終了。クォータータイムとなります。